来てます。来てます。明日有休だかな、今日は遅くまででもいいよ。 OK OK、 じゃあ行きますか、とっととね。明日有休、いらっしゃい。いやー、ちょっと準備にね時間がかかってね、ここ影が入ってんなんだ。これが本日のメインでございます。なんか光っちゃう。金色にする意味あったの、これ。金色にする意味あったの。また音声今これ止まってるとかないよね。音声が10秒ぐらい止まる不具合がありますので、皆様頭に入れてくださいね。大丈夫。いきなり10秒音声が止まる時がよくあるんで、そういう時はまあ適当に俺喋ってるかもしれませんがね、これアプリのも問題らしいので、ね、治るまでいきなり来るから。しかも俺が見てわからないんです、画面を。今も消えてるかもしれない。いきます。じゃあ、やっと見つけた。見つけたというか、わざわざ買った。ネットで買った。どこにも売ってないんですよ、これ。なんでどこにも売ってないの？ジーマの魔女のリンゴってやつです。誰に言われたんかな？魔女のリンゴ？マサヤンさんか誰かに。マサヤンさんか誰かにね、美味しいって言われて。いただきます。じゃあとりあえずチーマの魔女のリンゴで KP でございます。 KP、 あー、めっちゃリンゴ、あ、めっちゃリンゴ。乾杯。こっちはカルアコーヒー飲んでるよ。カルアコーヒー飲んでる。カルアコーヒーうまそうだね。あ、うまいね、これ。これうまいわ、リンゴ。じゃあね、ちょっと時間も押しちゃうのでね、飲んじゃったってことはもうこれ外配信行くとしたら歩いて行ける場所しか行けなくなっちゃったね。残念。これどうしよう、ちょっと待って、開けよう。ちょっと待ちください。この袋を取っときたいんだよね。袋をなんかいい方法ないかな。この袋をさ、飾ったまま配信したいから、適当に開けちゃうとこれいつも失敗するから。もういいんじゃない、これ。あっ、いいんじゃない、これ。心霊ガムの上でいく。まあね、やるやん。数々のね、この最初の開ける時から俺はもういつも嫌な気持ちでいっぱいのペヤングの安定の入れ物ですね。あ、ほぐはこれでも数で。エアコンつけてんだから、そうなるわな。皆様の地域は寒くないですか？くそ寒いんですよ。みんな食べたことあるのかな、もう。後入れ火薬。確実に納豆ですね、これは。納豆らしい、見える。とりあえずこのさ、火薬を下に入れるって学んだんですよ。ちゃんと納豆は別で買ってるよね。納豆別で買わなきゃいけない。食べずに配信待ってた良い子です。え、これ何？
すげえ質素な火薬が出てきた。これネギとかねえの？何これ、何これ、いつもとなんかちょっと違うショートケーキ味を思い出す。お湯入れます。何分だっけこれ、3分お待ちください。今何分？37分だから、まあ、40分ぐらいまでお待ちください。いや、このねジーマについて言いますとね、本当にこれどこにも売ってなくて、ファミマで売ってるって言われたんだけど、これどこにも売ってなくてね、旅の最中何回これ探しに行ったか、ドンキとか、しょうがなくネットで買ったんですけど、もう6本入りしか売ってなくて、6本でいくらだっけな、1500円ぐらい、6本入りで1500円ぐらいしましたね。意外と高い、お高いお酒。1本250円。そうだ、1本250円か。まあ、ジーマってそれぐらいだっけ。あ、でも送料が別かも。送料覚えてない。一応これね、今日あれ新配信アプリじゃないので30分です。あれね、ぴょんさんと栗ごはんさんが昨日ね、微妙な会話のすれ違いをしていましたが、あの新配信アプリが1時間でスマホがやるのは公式のアプリだけです。こう覚えておいてください。あの新配信が1時間になるのは公式のニコニコ生放送の配信アプリというやつを使うと1時間です。これ今俺昔の、あと心霊の外配信や、昔のね心霊の外配信や、今これやってるやつは非公式のニコ生アプリです。非公式の場合は30分です。パソコンで配信してるのと一緒のものになってるんです。そこがすごい非公式なんだよね。これ俺のスマホがパソコンに人放送をやるのに、この放送だけのためにパソコンに変わってくれてます、この子が。この子は。今だけね、スマホの性能をね、カットしてパソコンになってるんですよ。そう、だから予約とか延長とかできる。パソコンの配信は30分なんです、1枠。だけど延長が6時間まで無料という。この放送は1時間になってるよ。そう、この放送は予約をしたときに、この枠は1時間になってるよ。同じこと言うな。そう、予約した時に1時間で枠を取りました。まあ、1時間あれば終わるかなと思って、とりあえず延長バグが起きちゃうから、この枠は1時間ですよ、ダメ押し。さすがだね。いや、もう待ってた今。ケンタンさすがだよね。最近来てないけどやっぱさすがだわ。忖度します。もう一回誰か言ってくんないかなと思ってたら、やっぱさすがですね。今日しかも結構イヤヨさんが少ないから安心した放送になるね。食べるものも忖度しときます。タンポポもいるよ。そう、タンポポさんは分かってるよ。そのね、 V なんとかっていう、一応コテハンつけてるよ。 V なんとかっていうね、このアカウントはタンポポさんだなっていうのは分かってる。もう3分経ったんで、忖度しますって何なの。捨ててきますね、お湯を。できます。そんなコテハンつけた覚えないよ。嘘つかないでください。よし、今戻りました。いや、なんかいつものね、落ち着いた配信でいいね、今日はね。初見さんもね、見てたらコメントしてくださいね。コメントする機会があればでいいんで。あのね、この前味仙という名古屋のラーメンを買ったんですが、
ずっと探してた味仙っていうね、名古屋のあの台湾ラーメンの有名店のカップラーメンをね、せっかく買ったのに知ってる方もいらっしゃいますが、これを入れ忘れるっていうね、失態を犯したんですよ。一番重要なね、このカップラーメンの上にくっついてるこの油、辛いやつ、タンポトさん VFL アートム QP ミックスカムヘム K8 や SRXK です。紐がわらわら2000のカップラーメン今売ってる場所を募集してます。ちょっとね、ネットを通して皆様に募集してます。一言言うとファミリーマート限定だそうです。近くのファミリーマートにあった場合買ってください。住所教えますのでね、着払いで送ってください。いつかね、現地で会えた時にね、お礼のステッカーなりお土産渡しますんで。もうね、買いに行くのめんどくさくなっちゃった。相模原ってとこに売ってるのは確認してるんですよ。遠いんだよね。ファミリーマート限定です。もうでも期限がだいぶ遅いから、もう今売ってるとこがあんまなくて、ファミマネ見とく、あんまないんですよ。もう今もうピークは過ぎたみたいで売り出す。ちょっと真面目にいけますか、ここからは。これソース、今これね、上の電灯の影になっちゃうんで黒くなるかもしんないけど、今三脚、心霊配信で使ってる今新しい三脚を使ってみてる。これだとね、スマホに当たってもあんまブレないし、今いつもさ、ぶつかっちゃうんですよこれ食いながら。え、あ、もうなんかこれカレーか。そういえばもう黄色いもん。これだけか。とりあえずこれ、あの後入れってやつは絶対納豆だから、まあこれ以外に皿が2つ用意されてるってことで、なんとなくね、刺してください。ちょっと棒読み今日うるさい？大丈夫？大きめにしてあるんだけど、棒読みを。どうせ心理配信じゃないからいいかなと思って、皆様のね、声の主張を大きめにちょっと今日は設定してます。どんどんコメント打ってください。多分これだけだと別に辛いって書いてないから、普通のカレー焼きそばだと思う。とりあえず一口、あんまりね、麺を使うとまたもったいないことになっちゃうんで、じゃあ一口とりあえずカレーバージョンだけ。ああ、カレーヌードルだね。普通のカレーヌードル、これね。俺のコテハンかっこいいな。コテハンついてないけどねついてないよ、ついてないけどアルファベットでわかるだけだから、つけて、早くつけて。いや、用の人はね、木曜日に消えちゃうから。いつもワコワコジュ、いらっしゃい。あ、今日、そっか、今日バイトじゃないか。アットマーク、そそり立つタンポポ。あ、ありがとう。そそり立つはどうしてもやっぱつけたいんだね。そそり立つはやっぱどうしても必要なんだ、そこは。じゃあ。昨日はお疲れ様、コウジュ君。うん、ほんとね、昨日はコウジュお疲れ様でした。うわ、くっさ、やべ、この匂いをもうなんか伝えたい。これは昔からの名前だから。あ、そうなんだ、昔からがそうなんだ。ちょっと待った、くっせえ、なにこれ。あ、くっさ、あ、もうすでにこの納豆の臭さが来てますね、来てますよ。ありがとうございます。これありがとうございますが嫌用になってますけどね。ね、新しいスマホ配信アプリは嫌よ設定を毎回なんか外さなきゃいけないらしいですよ。一気に凶暴化。まだでもこれ商品だから、ちゃんとした映像ちゃんと映ってる今。大丈夫？めっちゃプツったりしてないですか今日は。あのね、今来た人も10秒ぐらい音声がいきなり止まる不具合があります。そう、めんどくさいんだよ、みんな言ってる。
とりあえず一口いただけますね。今日はバッチリ今のとこ。今のとこ平気？やっぱ Wi-Fi だからかな。じゃあ市販されているペヤングのカレープラス納豆ってやつです。いただきます。まあね、ちゃんと召し上がれ。ちゃんと普通に食べて。高熟閉店おつでした。うん。うん、ネバネバする。あ、ネバネバするけどカレーの味って感じ。納豆の味はしない。あ、後味がちょっと納豆。ちょっと俺パソコンで米部入れていい？なんか画面のコメントさ、この三脚で固定してるやつでちょっと全文が見えないから少々お待ちください。自分の配信画面を、配信画面でちょっと米部出すわ。今3500番組もやってるんだ。ちょっと今米部出してます。ラグどんぐらいなんだろう。ラグ 1.5 秒だね。意外とラグないね。みんなのコメントがストレートに。2皿はどうなる？あ、多分ね、入り、一応予備です。予備で入りきんないと思って。ほぼないね、ラグ。ね、珍しいね、やっぱ。徐々に改善はされてんのかな、ドワンゴさん。だったらこのね、不具合もぜひ変えてほしい。みんな納豆とか食えるんですか？うん。あ、これベトベト感がやばい。ベトネバネバ感か。ジーマーワンだろ。確かにジーマーワンかも。アインパル作戦さんいらっしゃい。あ、合わね。じゃあ行きますよ。ここから今ね、普通のこれを食べました。世に売ってる普通の皆様が口にする。食えるけど焼きそばとは食べないぜ。わはわ。まあ、普通に口にする皆様がこの食べる味はね、まあカレーと納豆が嫌いでなければまあ普通に食えるかな。ちょっと匂いとネバネバが強いぐらい。でもペヤング納豆ってやつありましたからね、過去に。多分納豆ってペヤング俺配信してるよね。あれと一緒ですね。ちょっと弱いね、その時より。うん、納豆が食えれば。じゃあ行きますか。そろそろ何分だか分かんないけど、ね、じゃあまずね、カレー感が足りないです。まずカレー感がちょっと足りない。カレー感を増します。納豆の臭みが強いのでね。それうまくなりそう。今日あれですよ、今日うまくしようと思ってる配信ですから。今日じゃねえ、いつも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 ね、いつもうまくする配信です。最後にファブリーズ系最後にファブリーズは分かんない。ファブリーズはどうしても、あ、もう無理、無理だよって時にかけるんで、まだ大丈夫。あとあれないっけ、なんだ、カレー感を足すためにあったね。前も使ったかな、突き抜ける辛さ、ね、バリカラブレンドです。
まあこれでとりあえずカレー感が増して辛くなってると思います。あの味のね想像をしながらの放送のメステロの時はお楽しみください。まあカレー感が強いカレー納豆ペヤングでございます。見た目もわかんない。あ、うまい。ペヤングなんか10年は食ってないわ。マジで10年食ってない。じゃあこれを機にさ、ちょっと食べてみてよ。美味しい、美味しく見えるでしょこれ。うん、うまいよこれ。うまい、うまい。じゃあこれ先に入れようか。ペヤング提携してます。ね、ペヤングと提携してる。この前ね激辛の時入れたらめっちゃ辛かったですねこれ。とりあえず味を濃く。この激辛ソースは本当に辛いから、ぜひね売ってたら試してみてください。これ普通のペヤングが激辛ペヤングに変わりますか。ソース今のドンキのやつ。ゴキブリは行ってから買いたくないわ。やっぱゴキブリのイメージみんなでかいんだね。そんな俺気にしないからな、そういうの。実際目の前に入ってたら嫌だけど。うん、あんま気にしないんですよ。食に欲がないから。ほら、ちょっと普通の焼きそばに見えるでしょ。すげえ。そう、なんかね、あれドンキで売ってました。結構いい値段するけど。これめっちゃ辛いんですよ、これ。この前普通のペヤングに入れたら激辛になりました。うん、あ、やっぱ辛い。で、ジーマ何味？ずっと探し求めてた。それほど変わるんだ。うん、めっちゃ変わる。魔女のリンゴ。あ、辛い。じゃあ行きますか。ここからが進化を発揮するとこですね。魔女のリンゴ？なんだそれ？そう、魔女のリンゴ味ね、めっちゃ探しまくって、ファミマに売ってるって誰かに言われて売ってなくて、しょうがなくネットで6個入りを頼んだ。ドンキにいつもあるやつ。あ、ドンキにあった。そう、ドンキもなかったんだよね。もう今ね、新しいなんだっけ、ハニーなんとかに変わっちゃってて、売り場がハニーなんとかとレモンなんとか。お酒？うん、そうそう、ジーマっていうお酒のね、新しい味っていうか珍しい味。ジーマのシャンパン味うまい。シャンパン味なんてあるんだ。じゃあね、ちょっと辛くなってない、納豆感がなくなりました。まあ分かってはいたと思いますが、まあ予想してますよね。高そうだな。ゴールドジーマ。ゴールドジーマね。あー、売ってた売ってた。まあ皆様予想はしてましたよね。何回混ぜればいいんだけど。食えない人が多いと言われるね、この納豆。エスビーが野外でやりそうな犬の餌だな。まだそういうレベルでよかったね。これからそんなレベルじゃなくなるんで見ててくださいよ。インパールさん、あんま見たことなかったでしょ。俺のメステロ配信はこれが普通になってきますからね。知らぬうちになんか期待しちゃわないでね。ここまでは別に普通だから、まだ俺の中では。これだってカレーの納豆ペヤングに納豆入れるだけだよ。最後に頭からかぶって外配信だろ。頭からかぶらない、さすがに。からし入れると化学反応で臭み消える納豆。からしがなんだ。あ、そうなの。あ、臭みね。わさびかと思った。そう、からしもね、俺よく配信でめっちゃ入れてましたけどね。
とりあえずちょっと食うか。あんま麺減らしたくないんですよ実は。なんで食わないかというと、いろいろ後が控えてるんでね。じゃあ、まあ、とりあえず納豆だけでいきまーす。ん？ネバネバ。からしパウダーあるんじゃないの？ネバネバがやばい。いや、練りからしもあるよ。あるけど。最近くるさんのからしがうまい。そう、からしね。なんかで一回言ったことある。うまい。納豆うまいね、やっぱ。みんなもこれ、追い納豆で食べてみてくださいよ。納豆といえば。最近、くるさんの彼氏のがうまいを聞いてない。彼氏のがうまい。彼氏のがうまいはやべえな、それ。出た。濃いの。え、わらわら、わら。納豆と相性のいいもの。そういえば群馬に美味しい納豆屋さんあるよ。別に美味しい納豆屋さんはどうでもいいですね。大丈夫です。もう群馬はしばらく行かないんでね。もうこれから、オメガ雪のシーンになるんでね。ファブリーズ行っとこ。臭いかな、まあ、臭くないよね、まだ。まだ臭くないからまだ大丈夫。そろそろこれ器に入らなくなってくるんで、サラチェンジかな。じゃとりあえずとろろ納豆でございます。うん、味が薄いかも。味が薄いな。薄味想像できる。お、いいね。意外に体に良さそうな件。確かに体に良さそう。そろそろじゃあちょっと器をチェンジしますか。これちょっと器をチェンジさせていただきます。どんどん行かないと時間ないんで、どんどん行きますね。まあ納豆といえば、どんどん行かないとね、ちょっと説明が足りませんよね。今の心、普通に美味しそう。辛いのを除けば W。 キムチ納豆とろろ、なんだっけ、温玉。高速回転わらわら。うん、めっちゃうまい。ちょっとこれご飯欲しいかも。ご飯欲しいかも。繊維質にタンパク質投入感的な食事な件。駅前の電柱の下でよく見る色と同じだ。ね、そうなんでしょ。みんな言われるんですよ、そうやって。
大体電柱の下にあるよね。今のトコタイに良さそうなのがなんか悔しい。わら。美味しくする配信だから別に。あのいつもねゲロを見せる配信ではないんですよ。だって美味しそうですよ。だってこれ納豆ペヤングにキムチとろろ何あとあとなんだっけ温玉極めてゲロに近い。自覚してたんだねわらわら。じゃみんなが言うから自覚してきましたよ。グロいとかさ。じゃあとりねこれとりあえず。でか 100% ゲロ。100% ゲロじゃねえから。美味しそうでしょってこと。見える？いただきます。うんうまい。これ美味しくする配信だよ。ただねカレーとねご飯と麺が一緒に入ってくるからちょっと変な感じ。ご飯と麺が一緒に入ってくるから変な感じはするけど、まあ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 。じゃあ完全に納豆の今勝利になってしまってるので、まあ、ちょっとここでねカレーの逆襲を。なんか全国観光土産品連盟推奨品です。群馬のトントンのカレー。来ると思ったわらわら。トントンの町カレーこれいい値段するんですよ結構。群馬フラワーパークというねとっても綺麗なイルミネーションをこの前配信した時のお土産で自分に買いました。群馬フラワーパークに行ってましたこれ。まあねでも半分自分で食いましたもん。半分ねもったいないんで半分はさっきちょっと食いました。残り半分がここにあります。残り半分容赦ないな。どうですか。とてもうまそうな。美味しそうにしか見えないです。だってこれ上州麦豚仕様ですよ。う、厳しいわらわらわら。じゃあちょっといただいてみます。厳しいかな。うん群馬の味だ。うまいうまい。あこれ豚肉うまいよ。え、群馬の豚の味がする。びっくり。これ美味しい。ちょっともうちょっと食べないと。あこれぜひ真似してくださいね。これぜひ真似してほしいですね。これはカレーシチュー麺。群馬の味とは。群馬の味は優しい味。優しい味。カレーシチュー麺だ。いいこと言いますね。カレー麺ほとんどもない。麺がないここでしか。あでもこれ豚肉うまいね。本当にうまい。これ以上食っちゃうとペヤングの跡形がなくなっちゃう。これね
これも群馬じゃないのかな。あ、群馬ですね、これやっぱ。ネギじゃん。ネギじゃん、いいじゃん。なんかちょっと、ムカつくタイトルだな。これどうやって開けんだ。ネギじゃん、いいじゃん。これ、総長にいただきました。あ、今ね、頑張って働いてますけど。いいのか?じゃん。これね、総長にね、この前、どうやって開けんの?これ。これってどうやって開けるパターン?これってどうやって開ける?これが会津から大プロジェクトですね。会津から。ハンドパワーだよ。キャップの中央部がへこんでいれば密封が溜まっているといいます。キャップを開けると中央部が膨らみますってことは、ただ普通回すだけ?ちょっと待ってね、じゃあ。来てます。来てます。そこでタイミングの、さすがすぎる。そのコメントはさすが。あ、開いた。あ、くせえ。めっちゃくせえ、これ。あ、白髪ネギが入ってる。これ開封後は冷蔵って書いてあるけど。会津の大泉博士こと見た目はドキュンはなせばわかるんですね。マリックのせいだ。ドキュン話せばわかる。このまま食べてみる。群馬の。群馬だから下ネタネギかな。下ネタネギですね。ご飯に合いそう。でボーナス何円？ボーナスなんてないよ。ケジャン風味って何？あー、なんか味噌っぽい味もするな。派遣飯かこれ。派遣飯、そうそうそう。これで出るか。もらい物はね。ラーメンに乗せたら美味しそう。あ、確かに。もらい物はね、ちゃんと配信で使うってなるべく決めてるんで、差し入れくれたやつはね、なるべく配信で使いたいので、ここであんまテーマと関係ないんですが、いただいたものなのでね。派遣飯。確かにラーメンに合いそうだね。もう何が入ってるか忘れてきちゃった。もうなんか酸っぱくなってきた。テイラースイフトみたいな顔の飯ですね。チャーハンにも合いそう。いつもより多めに回しております。何テイラースイフトって。お腹になんか格闘してるけどね。次行きます。そうね、なんか具がなくなっちゃったんで。いつも思うが、味覚いかれないか。レディーがガの顔面のようなぐちゃぐちゃ飯ですね。レディーガガがなんか変換がね。一気に具が復活した。何入れたかもう覚えてないですね。納豆とカレーとカレーパウダーと激辛ソースとご飯とレトルトカレーと温泉卵ととろろまで覚えてる。結構覚えてるな。あんたデブなの？デブなのどうかはじゃあね、実際に会いに来てみてください。ここにいるリスナーさんがね、何人も会ったことありますけど、その人たちの意見はデブかどうかわからない。いただきます。うん。私の心は
ガリガリです。なんでしちゃった方はおられますか？何しちゃった方はおられますか？どういうこと？ピュアなんでそういうことわかんないんですよね。うん、うまい。カレーピラフうまい。あとは？Pですよ、Pああ、私も普通に美味しい。ピュアハートなので、わかりません。そうだよね。ピュアピュアハートの人がいっぱいいるから、ここ。もうちょっと食べないとな。かな細長い棒のような体型に騙されます。放送前に準備して一人でやって、放送終わった後のため息やばそう。あ、この枠をピュアな細長い棒のような体型ね。でも体型は多分ね、あの俺の心霊配信見てればよく街灯の反射とかでね、俺の影が映りますからね。少なくともデブではないというのは分かってもらえます。そう、終わった後のねため息じゃないですよ。インパールさんに座布団進展、マジため息どころじゃないですよ。挫折感ですよ。落胆と挫折しかない。なんでこんなことしたんだろうっていう。毎回挫折でしかない。あれ入れなければよかったとか。再選チャレンジでよく見る。あ、そうだよね。再選、俺神社で再選入れるときはね、定点で自分を映してます。それ以外は顔出ししてないのでね。ちょっとここね、休憩して時間もないのでね、これ恒例のこれやりますか。この前引いたらね、下半身の限界ですって言われたからね。ちょっとモエツキ症候群と下半身の限界もありますよね。そうなんです。下半身限界らしいんだよね、俺おみくじで言われたけど。今日は何時までやるの？今日はとりあえずこの飯テロはこれで終わるよ。歩いて行ける範囲の新スポがあれば行くけど、もう車は乗れないから。何が出るかな。はてさて、ふふん、バイナラ。フルわらわらわら。バイナラ。バイナラわらわら。昭和58年没。昭和58年没って書いてあるってことは、あの今分かった方は昭和58年より前に生まれてるってことですか？そういうことでよろしいですか？昭和58年没になってるんで。説明文書いてありますね。倍ならさようなら、人間関係が原因で会社とお別れ、でも焼けのやんばらにもなる。え、何？焼けのやん、え、焼けのやんばち、何それ。焼けのやんばちになるのはちょっとたんま、ちょっとたんま、自分の人生を見つめ直すチャンスだと思ってガンバ。バイナラは斉藤清六の名言です。誰それ。焼けのヤンバチかっこ焼けクソって書いてある。あ、これ右側って意味か。タンマ、待って、ガンバ、頑張れ。見えない。ガンバ、頑張れ。ガンバは別に今でも言わないのかね。言いそうだけど。末吉。やけのヤンパチ知らないの？ダッサ。知らない。あ、ヤンパチなんだ。願望、努力あってこそ。仕事、出世は望むな。
転職、自分を知り職を選べ、トラブル、煽らない恋愛、遅いが出会う。何トラブル煽らないって。煽らないって難しいね。恋愛は遅いが出会うな。出会うんだ。出会うだけね。私の恋愛も待つですね。待つですか。これなんかいいこと何も書いてないけど、まだ下半身は限界って言われなくてよかった。しごみくじ、今日のテーマはね、倍ならです。今日の最後のオツは倍ならで皆さんお願いします。最後の挨拶は倍ならです。煽るの得意なのにね、W、そして晩婚吉。ちょ、煽るの得意。これもうちょっと食わないと。あと何分ですか ?1 時間まで。1時間で終わりたいな、どうせなら。晩婚っていくつから晩婚になるんだろうね。晩婚30ぐらいだ。12分っぽい。あと12分?カレーピラフが思ったよりこれ多い。しかも大辛って書いてあったのに全然辛くない。全然辛くないじゃん、大辛、そういえば。これね、最後。なんかネギはラーメンに合うって言った人がいましたね。ネギはラーメンに合うって言った人がいたんでね。いたっけ?なんかちょっとこのニコ生風な、ニコ生風なコメントみたいな感じで書いてあるね。わらわらわら。わろた、わらわらわら。なんでこれ、カレー、カレー味 100%? カレー味 100% って何?あ、ここにも書いてある。きたきた。その部屋、今カレー匂いしかしなさそうで草。延長しようか。燃え。延長する意味ないでしょ、これ。飯テロ枠だから。燃えるらしいよ。一応ね、ちょっと先にこれ入れるね。これまた入れ忘れるから、俺。入れ忘れる癖があるんでね。うわ、え、これそういうやつなの、これ。ラー油、カレーにラー油って入れる。ちなみにね、トマトは俺あんま好きじゃないんだけど、これトマトの香りもって書いてあるんだよね。このまま食べてみる。いただきます。あー、確かにトマトの味。あ、トマトの味するね、若干。トマトとキャベツ?何これ?キャベツ?鼻に鼻に来るよ、なんかスパイシーが、スパイスが舞ってる。うん、危ない。完全になんかラーメン枠になってましたね、これ。枠の名前が変わりましたね。器1個で足りたね。もうこれでいけるから。スマホの影が映っちゃうな。いただきまーす。
みくじの墓がパタパタわらわらおみくじの墓ま、なんかこれあんま美味しくないな。トマトの味が臭いっていうか。確かにこれね、カレーの方が強いね。やっぱ納豆は勝てない。納豆は勝てないみたいですね。そろそろ締めに入りますか。まあ、今回美味しくする配信なんでね。スクショの準備は大丈夫ですか。花火がちょっと花かびた。悪いが毎回美味しそうに見えない。花かびたい、花かびたい。毎回美味しそうに見えない。いや美味しいから。予算の出番。地震。地震？女性の前でもそんな風に食べてるの？カシャカシャ。女性の前では食べてない。え、地震？この状況で地震？浜松は揺れてないよ。うん。こっち揺れてないよ。入れてるかな？入れてないと思う。栃木だけ？こっち揺れてからそっち揺れる。多分。ちょっと待ってよこれ。わからん。そんな大きくないってこと？おみくじ揺れてるからだね、嘘これでもあれだよね、別に栗ご飯さんの家ってそこまで離れてるわけじゃないから。関東と関西とかだったらわかるけど。うん、揺れてないね。長野中部。長野中部だった。じゃあ最後にね、これをいただきますか。震度4。震度4か。長野中部でなんでこっちが埼玉揺れないで栃木が揺れるの。じゃあね、最後に皆さんね、1時間ありがとうございました。これでちゃんとね、この後食べますんで。じゃあ最後の一口いきまーす。うん、尿道じゃないよこれ。なんか美味しくないんだよな、味が。トマトが入っちゃったから。赤い卵、赤い。ルナ、おい、ルナ。卵うまそう。え、今ハブリーズかけた？延長されてるよ、わら。うん、延長は無料延長なんでね、1時間でやめます。最後これ引っ掛けて皆様もね、除菌してあげますんで。信玄は茨城北部だって。信玄は武田信玄じゃ。信玄、わら。何をおっしゃっておるのじゃ。あ、やべ、ファブの匂いする。信玄に食いつく、おもわらわら。
わら、ハブリーズってトウモロコシ由来だから食えるのか。うん、トウモロコシ、どこにもなんか成分が書いてないんだけど、そういうもの。あった、トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分、香料。良い子は食べれません。最後にね、1枚だけこれを開けますか。1枚だけこれを開けますか。これをじゃあやって終わりにします。食い物じゃないものを食ってるからでかくなったのね。食い物じゃないの。万が一口に入っても安全ですが食べ物ではありません。ガムね、このガムね、リアトチ社さんにあげるって決めてるんで、これもう4つぐらい食べた。トマト味で泣いた模様よくわかったね、トマト味で泣いたんです。さすがですね。これね、総長にもらいました、これ。ね、まだいっぱいあるんですよ。これ、この量はちょっとね、びっくり。お、みんな、かわいい女の子が見たいですか？ありすぎわらわら。かわいい女の子来た。見たい。光が入っちゃう。難しい。犯罪者？雑な心霊写真はよ、わら。今ちょっと光、上の光が入っちゃうから気をつけてね。女性の目線に線入れるだけ、いやらしく見えるよな。まあここになんか手が窓ハンド、雑な手があるね、ここに。まああと多分ここら辺に顔があるのかな、これ。わかりづらいな、ピントが合わないと。俺はちょっと右側の子が好きだな。右側ですね。え、てか窓ハンドしかわかんなくね。指6本でしょ。ほんとだ、指6本だ。え、あとは俺は左。俺は左。今頃気づくし W。 わかんなかった。探しタイム。わかんないよこれ。しかも俺さ、生で見てないで映像通して見てるから画質悪いんだよね。え、窓ハンドと6本と、あとなんかここら辺だよね、多分ここら辺。今中央に持ってっけど、なんかもうあと顔がマリオみたいな、ルイージみたいな顔。目から手生えてるぞ。女の子の目から手生えてる。これでしょ。それが窓ハンドって言ったんじゃないのこれ。あとこの上ぐらいかな、なんかある。え、わかんないこれ、まあ、とりあえず右側の子が俺はいいですね、これ。これは右側の子で。あんまりだなと思って、わら。ああ、位置がね。俺の手かもしれないね、じゃあ。俺の手かもしれない。この真ん中の子はちょっとね、毛羽そう。毛羽そうだからダメですね。これ左は、こいつは多分ね、メンヘラです。なんかちょっとメンヘラっぽい顔してるからダメですね、これ。まあ、やっぱ右側の子が一番多分いい。指6本あるしなぁ、わら。なんだと。メンヘラ好きじゃないんですよね。まあ、好きな男性はあんまいないと思うけど。え、じゃあ答えいけますか。もうちょっと1時間過ぎちゃった。えぇ、こんなあんの。あ、指が3つか。腕は3つってことね、下の。あ、ほんとだ、ここになんか顔があった。ピントが合わない。テーブルの下に。
指6本と、え、頭の上？ライトが眩しすぎて反射しちゃう。どうやったらこれ。その顔は君ですね。何これ、わかんないよ、こんなの。わかるわけない。女の子関係ないのかよ。女の子関係ないね。あ、ほんとだ、ここの下めっちゃ変わるじゃん、この指6本の右下。歯茎が出てる。あ、ちょい切れてる、わら。ちょい切れてる。全体わかんないよ、こんなの。まずテーブルにこの手がある時点でもう、今日のね、結論はこう右側の女の子がいいってことで、そういうことでしたね。ありがとうございました。女子会、仲良し3人組で開かれた女子会。レトロな喫茶店でお茶をしていた時の1枚。いつものようにおしゃべりを楽しんでいたが、この写真を撮った直後から次々と体調不良を訴え、この女子会は即中止になったそうだ。ほう、誰が撮ったのこれ。4人でやってんじゃないのに誰が撮ってんの。じゃちょっと撮ってくださいって言ってんの。食当たりだろそれ、わら。でもさ、これさ、何もテーブルにまで乗ってないのおかしい。テーブルに何もさ、料理がないのにさ、ドリンクだけで女子会なのこれ。そんな写真合成だろって言っちゃダメだよ。言っちゃダメ、それみんな、ね、心の底では分かってることだから。食後なんじゃない。あ、食後ね、確かに。あ、食後ね。まあそういうことにしとこうか。じゃあね、ちょっとありがとうございました。これは捨てないでちゃんと取っておきますね。あ、これでペヤングがまた新作が出ない限り、料理あったら腕置けないじゃん。確かに。多分ね、ペヤングは今回最終回となると、最後に一口食うか。もうね、これ食えないわ、トマトの味が。もうね、トマトの味がダメなんですよ。最後に入れてよかった。多分ペヤングは今年中に新作ケピ、もう出さないでしょ。あとは年明けかな。飯テロ枠はこれで終わりだと思います。新作です、カンパーイ。これジーマってアルコール高くないよね。何パーだっけ。今年のペヤング納め。そうですね、多分メステル納めだと思います。これが2017年。いくつやってきたかな。いろいろやった気がする。まあ、5個は食ってるよね多分。まあ来年もね、こうやって新年配信の合間にペヤングをやろうと思います、胃が元気な限り。12月は忙しいんでね、あんまり外配信チャラってなんだ、外配信はいっぱいできないんでね。一番印象深い、わら。ああ、料理ね。そう、最近あのグリルパン使うのがめんどくさくなっちゃって、グリルパン持ってきてないんでね。あとヤギ汁か、わら。ああ、ヤギ汁ね。なんとかしろ、わらわら。でもね、まずいもの食うとね、めっちゃテンション下がっちゃうから、もうほんとトマトのせいですこれ。完全にトマトのせい。1年でどんぐらい食ったんだろう。マジで1年でペヤング配信どんだけしたんだろう。ねえ、歩いていける新スポなんかないよな、ここら辺。あ、あるか、あるけど、うん、どうしよう。ね、最後にね、いい音声を聞いてから。
うよ、俺休みだし無理しなくていいんじゃない。でも確かに休みだからさ、え、ここでクルーズさん、もしかしてこのタイミング、まあ、やめなくてよかった。ここでクルーズ、はい、クルーズの皆さんいらっしゃい。やよがなくなる、これ食いました。来たねとか言われてる。グロ、グロは安定のコメントですね。これ皆さん美味しいんでね、いろいろ食べてみてください。ゼロは入れた、何 G は入れてない、 G は入れてないです。でもね、いろいろ入れましたけども、何入れたか覚えてないです、正直。まあ納豆とカレーとか入れました。ハブは入れた。トイレの中見せるな、ハゲハゲはハゲてないな。焼きそばの原型全くなさそう。なさそうじゃなくてもうないですねもうないよ、ラーメンしかないもん。いいコメントですね。毎回クルーズは厳しいね、わら。そうですね、クルーズはね、でも厳しくないとクルーズじゃないんですよ。俺もニコ生を始めたのはクルーズがきっかけなので、始めたというかコメントしだした頃、最初これクルーズからコメントしたから、もう配信者をディスることしか考えてないから、みんな真面目なコメントが1個でもあるだけちょっとえってなる。今で言ったら、そんなん売ってないわ、これ普通のコメントじゃん。これちょっとクルーズ民としてはちょっと失格です。クルーズバーそう、クルーズバー、別にクルーズから来てるわけじゃないけど、クルーズ自体が厳しい現実。汚ねとかグロとかね、キモとか、そういうコメントがクルーズだから。逆にね、なんか心霊配信普通になんか何にもしないで歩いてるだけで感想をするんですよ最近。しかもなんか普通のコメントが多くて、そういうのはちょっとね、クルーズのちょっと民度が変わってきたのかなって最近思いますね。前までは絶対感想なんか絶対しなかったのに、最近ほんと感想するんだよね、心霊配信で来ると。アスファルトを映すだけで乾燥するクルーズ。本当だよね、そう、アスファルト映してるだけなのにさ、だタイトルがあれだったのかな、タイトルをその時何だったか覚えてないけど、クルーズ何回乾燥したんだろう。何にもしてないのにもう多分2桁ぐらいは乾燥してますね、めったにクルーズ呼ばないようになってからは。じゃあ最後にね、16号の時だっけ。16号、16号って圏央道。最後にクマモンモン、新潟行った時の。いい音声があるんでね。新潟行った時か。17号じゃねえな、それ。さすがごめしさん。よかったよ。よかったよ。17号か。わら。よかったよ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 。MMT。村長さん、遊ばれてる。今日の配信はね、よかったよーっていうことで、ありがとうございました。よかったよー。じゃあね、こういないからできるんでね、言っちゃダメですよ、これ流したって。じゃあ最後にね、ファブリーズ。無理マジ天使。無理マジ天使。じゃあ最後に、皆様もね、綺麗になってくださいね。じゃあお疲れ様でした。このちょっと配信はちょっとするか未定です。いい目見ろよ。じゃーし。おちゅっちゅ。はあ。